ベミコというところから 4K が撮れるスポーツカメラが来ました。一応 4K30fps で撮れるということになっていますね。このようなポーチといいますか、このような箱に入っています。裏側には一応スペックが出ています。これはですね、えー、バージョン2ですね。前の方は 段ボールの箱みたいなのに入っていたやつがありましたが、それはバージョン1で、これはバージョン2です。性能が上がっているのではないかと思います。まあ、性能と言いましても、4K は一緒ですので、より綺麗に撮れるようになっているんじゃないかと。レンズとか CCD ですね。そういうものが良くなっているんじゃないかと思います。それでは開けてみます。こんなような感じになっています。それではこれをまずは、 全部出して並べてみます。それでは簡単に付属品を見ていきます。まずはこれですね。はい、これは固定用のベルトですね。例えばこういうベースを固定するためのものですね。それからタイラップ。そしてこれが説明書ですね。説明書は日本語がありますでしょうか。 後ろの方に一応日本語の説明ありますね。簡単ですけれども。一応日本語の説明ありました。それから、これが保証書ですね。クリーニングクロス。そして、これがリモコン。リモコンありますと非常に便利がいいですね。リモコンとリモコン用の、これがベルトですね。それから、これが、 ジョイント類と言いますか、クランプと言いますか、そんなようなもんですね。ジョイント類が1、2、3個。これの、自転車やバイクのハンドルに取り付けるやつも含めますと、1、2、3、4個ついてますね。から、これは USB、充電用の USB ケーブルですね。充電用ということになりますと、このように充電器もついております。それと、バッテリーが、予備が2つあります。 実はこの本体の方にも1個バッテリーが入っていましたのでバッテリーは都合3個になりますそしてこれが GoPro でいうところのネイキッドフレームですね水に濡れるところでなければこういうふうにハウジングに入れるよりもこのネイキッドフレームを使った方が音が綺麗に入りますからこれが三脚やなんかにね取り付ける時の変換アダプターですね からこれは、このネイキッドフレームをですね、ベルトなんかに取り付けるためのものです。これはまあご存知いわゆるあのワンタッキリリースのベースになるものですね。でそれから、これバックプレートですで。バックプレートはですね、この横のところにスリットがありまして、このようなフレームに入れたとき、バックプレートを取り替えますと、音がよく入ると。 いうようにするための,ものですそれからこれがワンタッチリリースの少し形の変わったものですねここのはいそしてこれがま本体です本体は前が丸っこいレンズになってますね 4K と書いてあります w i f i もついてるということになってますねこれで開けてみますと出し入れは割と簡単にスムーズに出し入れできますねこれ本体です ま、外見は今までのこのようなスポーツカメラほとんど同じですね横のところにカードスロットと2つの USB ポートと HDMI の出力ポートがあります前にボタンこれ電源ボタンですねから上に撮影用のボタンと横にいろいろ設定を変えるためのボタン後ろに液晶がついていると こういう形はまあ、全部一緒ですね。大、え、体、ー、いいこんなような風になっておりました。あとで動画を撮ってどんな感じで撮れるか見てみたいと思います。